で会派は対応っていうのは、えっ、ー、と、まあちょっといろいろ発見のいきさつはちょっと入り組んでるところもあるんですけれども、あの基本的な流れとしては、あのチャーチたちの仕事から、ラマダ、あのそれは1940年代、片付きは40年代ですね。それから、あのしばらくそれの関心は、 薄れていたんですけれども、ラムダ計算に対する関心が再び活性化します。それはあの20年近く経ってから1960年代に入ってからですね。で、その理由は実ははっきりしていて、コンピューターの現実に動き出したからですね。で、この時期の代表的な成果というのはあの、カリー・ハワあのハワードが あのカリーの,の言ってたことをもう一回深く研究するっていうことからカリーハワと対応っていうのがあのそういう名前で呼ばれるようになります。でカリーは何を発見したかっていうと片付き波の計算と直感主義論理の間に対応関係があるってことを発見します。で肩つきラムダが の計算の中で関数の型っていうのはその矢印 A、矢印 B っていうのがそういう形であのまあ示されるわけです。まあ、大体型付きなものっていうのは関数の型をその矢印を使って示すという形だったんですけれども実はカリーが言いたかったことはその関数の あの型を示す矢印と論理式 A ならば B、それは外因、インプライですね。この外因を意味する矢印との間に多様があるというのをカリーは、随分長が1930年代にあの発見しています。で、まあ、こういうことです。あのこれはあの、チャーチの 型付きのラムダ式の定義なんですけれどもまあ変数は型を持つそれからあのタウっていう型を持つあのラムダ式をあのシグマって型で抽象化すればでそれはシグマからタウというまあこれ抽象化するってことはあの関数を定義するっていうことと同じですからね で、シグマ、あのシグマの型を持つ X で抽象化すれば、シグマからラムダっていう、あシグマ、シグマからタウっていう関数の型を持つ。それが2番目の,あの定義が言ってることですね。3番目は、あの、E1 っていうのがシグマからタウという関数で、E2 がシグマならば、E1 に E2 を アプリケーション、適用したものは E1 に、これはだから E1 っていうのは、これ関数ですね。関数に E1 って値を放り込んだものというのが E1、E2 っていうものになります。それはタウっていう型、あの型を持つのはある意味当然ですね。で、問題はですね、この3番目のとこなんですけれども、シグマは矢印タウで、シグマならばタウ。 というふうにも読めるわけです。で、これはですね、A ならば B で、A ならば B である。で、これ、あの、モードスポーなーとか、カットというか、三段論法ですね。これと同じ構造をしてるってことに、カリが気づきます。で、一方は、型を表す矢印。一方は、えっと、A ならば B っていうのは、あの、概要を表す矢印。これは同じ構造をしてるんじゃないか。 というのに気づくんだけど、彼はそれ以上のことをあの言ってないような気がします。で、ともかく彼が発見したのは、片付きラムダ計算の関数の型の中に出てくる矢印と、論理式の中で害を意味する矢印とは多分あの関係があるんじゃないかっこれはずっと。実は後になって あの60年代になってハワードがそれをもう一回深く考えようとします。まあでもここはともかくあのここで挙げられている三段論法というのはあの関数がシグマからタウっていう型を持ってそこにあのシグマをあの適用するとタウの型を持つということですね。これが三段論法に近いって話なんですが。 でそれをもう少しあの考えたのは、コルモコロフが証明について考えた中で、まあ今と同じ例ですね。あの命題 A ならば B の証明っていうのを、あの命題 A の証明を命題 B の証明に変換する方法を構築する。A の証明が与えられていて、それから B の証明を、あの 導く方法があればそれが A ならば B を証明したことになるそんな解釈を与えますでこのことは A ならば B の証明を A の証明から B の証明の関数と見ることができるということを意味しますで同様にその命題の意味とその証明を関係づけることをこの頃頃頃やります今この A ならば B の証明の話はまあ関数を与えればいいんだって話 こういう考え方をあの構成主義と呼ぶんですけれども、これは実は後で見る従属型の理論のマーティン・ラフにあの強い影響を与えます。でもう少しコルモルフの考えを見てみましょう。でコルモルフの考えは、今 A ならば B の話だけをしましたけれども、あの他の論理式の証明についても同じですね。ま偽、あ、だったら証明はない。 で、A かつ B の証明は、A の証明と B の証明の両方からなる。というふうに考えます。で、A または B の証明は、A の証明あるいは B の証明からなる。で、A ならば B は、A の証明から B の証明を導く。で、全哨記号だったら、2意の A に対して、BA の証明を与える方法。で、それが証明なんだ。話ですね。で、存在記号だったら、 あるる A に対する BN もう少し形式的に整理すると、まあだったら何も証明はない。で、A かつ B は A の証明である A と B の証明である B のペア。で、これは両方必要だったことですね。それから A または B の証明は A の証明である A と、あのこれは IA ってて書いてあます、あ、どっちがあればいいって意味ですね。IA あるいは B の証明である JB。で、そのどっちらかがあればいい。で、A なら B は A の証明である A に対して B の証明 BA を与える。まあ、これらは関数として BX をラムダで抽象化したものとしても捉えられますね。で、全調記号は、 あの2の A に対して B の証明 BA を与える。これもだから、ラムダ X、BX で形をしています。こういうものを与えればいいってことですね。で、存在記号については、RA と BA の、あの、これ B はあの BA の証明なんです、ね。この両方が必要だということですね。 でこういうふうにある命題の証明は何から構成されているかである命題にだからその,あの必要な証明があの属するというような形で問題を整理することもできます。で基本としてはだからある命題に対してスモール P で P コロンラージ P で であの、命題に色、それを構成するいろんな証明がある。あの色になってか、証明が存在する。だから,だから命題の要素と考えてもいいですね。命題の,の,あの要素として、その証明を考えることもできるというふうに考えていいと思います。 で、ハワードは、あの、論理式をラムダ計算の型とみなすことができる。今、あの、コルモロールの解釈から、あの、命題に、その証明が属する。あの、命題の証明は、あの、その、サブフォーミュラってかな。それの、あの、まあ、サブフォーミュラとは限らないまあ、サブフォーミュラなんですけれどもね。それの、あの、インスタンスの、 証明から構成されるという見方を話したんですけれどもあの型との関係で論理式と型の関係をもう少し考えようと、まあ、先ほどだからあの30年代にだからカーリー・ハワードのカーリーが気がついたのはあの型関数の型と同じようなものとして その論理式の概念を考えることができるという話だったんですがもう,ワードはもう少し広くあの肩付き涙計算の型そのものとして論理式を捉えることができるでこれは実はですねあのマーティン・ダフがきれいに整理したんででアワードはこれをまあ60年代に あの発見したと言われてるんですけれども論文が出たのはあの80年になってからですねだからマーティン・レフと大体同じぐらいの時期だから以下でお話しするのはマーティン・レフが整理したことを少しお話ししてみようと思いますで、まあ、6910年ぐらい論文出なかったんですよね まあでもマーティー・ラフはこの論文読んでたというか相談を受けてたみたいだしただあの論文って形で出たのは80年代になってからですねだからいろいろ変なんですねだからカリー・ハワードっていうのはあの一言で言われるけれどもカリーが最新に気がついたのは1934年ハワードが論文あの気がついたのは あの1969年だと言われてるけど論文になったのは1980年だからあの最初のカリーの発見からカリー・ハワードの形になるまであの実は50年近くかかってるんですねでしかも実際にそれをあのきちんとしてあの体系化したのは別な人マーティン・レフの従属型の理論の中でこのカリー・ハワード対応は あのもっとあのその意味がはっきりしたんだというそういう流れだと思います。マーティン・デフがしたことは、まあ、先ほど言ったコルモドロフの解釈そのインプライの解釈 A ならば B 論理的あの外為するってやつを A の証明を B の証明に変換する関数として関数を与えればいいんだそれが証明なんだというやつ。 でまあ、あのそれはだからカリーの最初の発見からあのインスピレーションを得てるんですがその矢印関数というのはねただあのマリーナフがやったのはあの、まあ、それだと論理式の型というよりもあの関数の型しかないんじゃないかという。 ことに気づくというかでそれだけじゃやっぱり足りないでマティ・レフがやったのはととても自然なことであの矢印だけじゃなくて論理的にの外のインプライだけじゃなくて A が型で B が型だったら A ならば B が型だったらそれはみんなが言ってたことなんだけれども A かつ B も A または B も型だと考えようというふうに あの命題 A 命題というのをその型をとして拡張することを提案します。だから A が型で B が型ならば A ならば B があの関数という性格を持つ型である同じようにでも矢印はそこだけですね。で A かつも A またはもそれも型として考えようというふうに。 あの命題がある命題、small a がラジエータ型を持つというふうに、でそれを a コロン、small a コロン、ラジエーで表そうというそういうふうにあの命題の論理記号そのものを型を表す記号として採用しようというふうにあの考えています。これはでもとてもあの大きな進歩ですね。 カリはその矢印に気がついたでだけど矢印だけじゃ命題そのものに型を与えるには足りないであのレマーティーナフがやったことは全ての論理機構含めてそれも型を定義する新しい型を定義するというふうに考えようということです。そこもやっばもう命題と型ってのはほとんどあの一緒だと思っていいですね。ある命題スモル A が型 ラジエを持つことを A コロン A で表すということです。でガリーハマルタイはもう少し、あのまあ、どっちかというと、マディーナフの整理、まあ、流属型の理論の立場から見てみると、こういうことになります。基本的にはその型と命題、あるいは項と証明というのは対応するんだという主張ですね。でまあ、この スモール P が命題ラージ P の証明であることをスモール P でコロンラージ P というふうに表すとします。まあ、これはだからあのコロムゴフの解釈を見ればある,命題を構成のある命題の証明を構成する証明たちというような考え方でいいと思うんです。で、それとは独立,独立にマティナフが整理したようにあの ある P は、ある項 P は、型 P、あのーあ、P は型 P の項であることを P コロン P で表すこともできます。で、これ同じ言語使っちゃったんで、あのかえって紛らわしいかもしれませんが、小文字の P と大文字の P は区別されてますね。で、スモール P が明大ラージ P の証明であるという判断を、これを P コロン P。 すみません同じ金を使って、P コロン P で表します。また同様に、P は型 P の項であるっていう判断を P コロン P であの表したら、で、これは実は同じことなんだっていうのが、仮浜の太陽が言いたいことですね。命題は実はあの型を持つ。あるいは、証明っていうのは項である。ということ。 ちょょっと別な整理ししましょうでピコロン P っていうのは P は命題 P の証明であると読むこともできます。だからこれ右側に出てくるのはラージ p は命題です。左側に出てくるスモール p はそれは命題 P の証明ですね。で、同じように、あのー、このスモール p は型 P の項であるという解釈も可能です。 で、こういうふうに、あの、p コロン p っていうのは2つの解釈を持ち得るんですね。で、large p を命題として解釈する。で、そうすると、small p は証明だと思えばいい。で、large p をその型だと思えば、で、small p はその項になります。で、こうすれば、あの、この、 命題と型は対応して、証明と項は対応します。もっと言えばで、命題は型を持つということをですね、それから証明は項である。でこういうことをで、型と命題が対応して、項と証明が対応するというのはカリハワと対応で。これはまた、だからマーティン・デフの整理に近すぎるかもしれないですね。あまり仮 彼はだから、あの、こんなことを考えて、最初の気づいた人ですね。ハワードは、多分、マーチン・レフと同じことを考えていたんだと思いますけれども。で、これをもっと別な形でスローガン化したのが、プロポジションアズタイププローフアズタ o o 要するに、命題と型が対応するということで、で、命題は、型としての命題、あるいは、 えっと,としての証明、こういうあの言葉が出てきます。でこれはハリカ,ワあのハリカリ・ハワード対応の・タイオの言い換えなんですが、こういうことによって、そのカリ・ハワード・タイオが主張したいことがより鮮明になる。プロポジション・アズ・ターム。型としての命題。 あるいはプ r o ファー s ターこうとしての証明。で、これを両方とも PAT の形をしているんで、パットと,ということもあります。で、これはマイティネフの型の,の理論に非常に大きな影響を与えます。で、 これをさらにあの強い言い方っていうか、仮幅の対応を片付きラムダ計算そのものは、まあこれラムダ計算というのは要するに、あの、プログラム、計算するっていうプログラムとみなすことができるわけで、それは、だからプ o f ファーズプログラムというふうに、まあこの場合で高画だからプログラムになるんですね、という形でも解釈できます。で、これはですね、あの、 現コックの,の,あの考え方の基礎になってるんですね。でカリー・ハワード太から随分離れたところに来てますけれどもコックの,あの基礎になってるのはあのプログラムというのは実はあの証明なんだ証明はプログラムなんだというそういう考え方です。 これについてはまた別な機会にコックの考えを紹介するところでもう少し詳しくお話ししようと思います。で、ちょっと歴史的な観点からそのこれらの動きをまとめてみようと思います。で、一番いいのはそのエコロム A の解釈の歴史的な変化を見ていくのがいいと僕は思うんです。 でこの A コロン A っていうのは多分ラッセルの集合論だとあのラジエは集合でスモール A はその要素である、まあ、メンバーシップですねこういう解釈があの、まあ、一番古い解釈集合論的な A という集合にスモール A という要素が属するっていうそういう解釈でコルモルフの、まあ、構成主義 これは直感主義ですけども、ね、これはあのちょっと違うんですよね。で、A が問題で、A はその解、あの、ラジエは問題であり、質問ーはその解決で,である命題の証明を、その証明を構成する証明あのを考える。で、解決はそういう意味ですね。ある命題を、あ,のある証明を構成する証明を あの考えていくそのサブ証明から証明が構成されるそういう考え方です。で今のパッドあのプルーファーズタームでもいいしあのプ,ルあのなんだプロポジショナーズあのタイプでもいいんですけどもこれはまあ A は A は命題で あのスモール、a、はその証明であるこれもだから A この A で表します。でマーティネフはそのあの型の理論の立場だと A は型でありスモールエ a はそのこうである。実はこれ今もっと進んだ形っていうか同じ A この a ですけれどもあのウェブドフスキーの立場はラジエは空間でスモールエ a はその空間上の点である。 というふうに、これは本物にタイプセオリーってやつですけど、そういうふうにエコロンウェイをめぐってもいろんな、あの、立場が歴史的には、まあ、順番に、あの、ある意味発展してきたというふうに見ることができると思います。で、この三と四パットカリハワ対応とマーティン・レフの考え方は、あの、関連してて、むしろここの部分が、 A は名、ラージエが明大で、スモールエはその証明であるという立場とあの、A は型であり、スモールエはその項であるで。これをだから仮幅ド対応。で、スモールエとスモールエ、ラージエとラージエ。上の方は、ラージエは明大スモールエは証明。下の方は、ラージエは型、スモールエはその項。で、これを仮幅ド対応と見て、 構わないと僕は思いますでまあここがだから今のコックの,あの基礎になるんですね。でロブドフスキーの立場についてはまた別な機会に紹介できたらいいと思います。まあ今日ちょっとめんどくさい話なんですが「カリハマのタえを」というのはあの を使うと結構あの実践的にあのその意味が分かりやすいのかもしれないなというふうに思います。まあ、だけどこのガリンハマ対応によるプロフェッショナルタイプ命題は型であるあるいは証明はこうであるというのはあのとても強力な原理になっているということは あの次回この証明をしてみようと思う、まあ、あとは証明をあの YouTube でやってもしょうがないような気もする、まああの証明はちゃんとゆっくり読んだ方がいいかもしれない。それちょっとまた考えますけれども、これはとてもあの大事な飛躍だったんですね、カリアワン・サイというで、今日はここで終わります。